ノルさん、旅先ではどんなことをしてきたんですか？いろんな国の美味しい食べ物を堪能したよ。本場はやっぱり違うよね。やっぱり食べ歩きの旅じゃったようじゃの。あ、博士、それだけじゃないですよ。それだけではないとは、どんなことがあるのかの。博士、セニョールさんから海外にはいろいろな乗り物があることを聞きましたよ。おお、それはぜひ聞いてみたい話じゃな。そうですよね。研究の幅を広げるためにもぜひ聞きたいですよね。その話はおいおい。あ、そうだ、これから梅雨の季節になりますよね。その研究をしましょうよ。話をそらしたな。まあいいか。ほ、じゃあ今回はこの指令ですね。ワイパーをチェックせよですか。ワイパーって雨の日以外あまり使わないからな。晴れた日にはワイパーを使う機会があまりないからの。博士、ワイパーってガラスの水分を拭き取る役目をしているんですよね。はい、少し違うの。ワイパーは水を拭き取ってしまうのではなく、ガラス面に付着した水滴を取りながらガラス表面に薄く均一な水の膜を作ることでクリアな視界を確保しているんじゃ。え、そうなんですか。ずっと水を拭き取るのだと思ってました。ワイパーが確実に機能するにはこのゴム部分に均等に力がかからないとならないんじゃ。博士、ではワイパーのチェックはどのようにしたらよいのですか？ゴム部分の裂けやひび割れがあればゴム交換ですよね。確かにそうじゃが、それだけではないぞ。他にはどんなことがありますか？あとゴムの変形もダメじゃよ。博士、変形しているとゴムに裂けやひび割れがなくてもダメなんですか？そうじゃよ。ワイパーが均一な水の膜を作るには倒れ角は30度から50度が必要なんじゃよ。そうなんですね。でもワイパーの劣化って雨の日に気づくことが多いですよね。車に乗っていて確認する方法はありますか？ワイパーを動かした時に筋が残ったり吹きムラやビビリがあったら交換時期じゃな。そのような症状が出たらゴム交換ですよね。じゃがゴム交換だけではダメなこともあるんじゃよ。それはどんな時ですか？わかった、ワイパーの金属部分がダメな時ですね。そうじゃ、よくわかったの。金属のガタつきやサビがあったらワイパーが十分に機能しないんじゃよ。じゃあそういった時はゴムだけじゃなくワイパーブレードを交換しないとなんですね。そうじゃな、ワイパーブレードを交換すれば間違いないの。普段ワイパーってあんまり気にかけないけど重要なんですね。雨の日のクリーンな視界はワイパーチェックで決まり。わしのセリフが